はい、皆さんこんにちは、山秀のマックです。本日は数多くブッシュクラフトナイフをリリースしているスペインの人気ブランドジョーカーナイフをご紹介します。ジョーカーというブランドの詳しい説明は別の動画でお話しているので、ぜひチェックしてみてください。キャンプで大活躍間違いなしのナイフばかりです。各モデルの違いと特徴を詳しくご説明しますので、ナイフ選びの参考にしてみてください。それでは早速紹介に移ります。こちらです。ジョーカーの CO120-P ブッシュクラフターオリーブになります。こちらのナイフはブレードが大きな特徴がありますかね。ブレードのグラインドがフルフラットって、上から下までストーンと肉が取ってあります。フルフラットグラインドというグラインドになります。このフルフラットグラインドは非常に様々なシーンで使いやすいですね。キャンプクッキングであったり、もちろん木を削ったりバトニングをしたり、いろんなシーンで使えるグラインドになります。そして今お話ししましたように、ジョーカーナイフらしくもうブレードは一周ぐるりと入ったフルタング構造になっております。バトリングだとかそういうハードな使い方にも十分耐える構造になっております。はい、そしてブレードの鋼材は錆に強く、切れ味が良く、研ぎ直しやすいと、3拍子揃ったヨーロッパのボーラー社の N695 という鋼材ですかね。ステンレス鋼になります。こちらもブッシュクラフトナイフ、アウトドアナイフに向いている鋼材になります。はい、そしてハンドルはこの天然のオリーブウッド。これがまたいいですね。使えば使い込むほど味が出てまいります。こう天然の木のハンドルは模様がもっとさらにこう浮かび上がってくるように、使い込むほどに味が出てまいります。天然の木のオリーブウッドを使っております。これが美しいですね。はい、サイズもちょうどいいですね。いい感じの使い勝手のいいサイズになっています。はい、でシースの方ですが、他のジョーカーナイフ同様に牛革のシースが付いております。このスイングタイプの牛革のシースですね。ベルトをした後でも後からここを外して着脱できます。しっかりした牛革のケースです。こちらに全て同じ、オリーブの持ち手でできたファイヤーシールのロッドが付いております。はい、こちらのファイヤーシールのロッドがこのブッシュクラフターには付属しております。これもまたありがたいですね。このシース、牛革のケースが付属しております。これストライカーも付いておりますので、ストライカーでファイヤーシールを削っていただいても結構ですし、またナイフの背の方を使ってファイヤーシールを削っていただいても結構です。はい、こちらジョーカーのブッシュクラフターになります。はい、いかがだったでしょうか。概要欄に山秀オリジナルサイトのリンクを載せておきますので、詳しいナイフ情報についてはそちらをご覧ください。またお求めもそちらから可能です。今後もナイフやアウトドアに関する情報をたくさん発信していくので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ありがとうございました。